やれお前たち全員。俺の世代の妖怪なんよ、フィーニャンとオロチとキュービって。やばい !BGM だけで立つ。やばい、ケタ勝てるわけねえだろ。521ダメージ、瞬殺じゃん。早っ、ケータより早いな、あいつ。名前を言ったら殺されるってマジ、鬼舞辻無惨やん。おいおい、小栗旬って俺のこと？何このかっこいい軍団。闇オロチだろ、これ。闇キュービ。そして闇オロチ。ああ。影オロチだった。BGM が神！ BGM が神！ロニマルカイザー！バカにすんなよ、秋のりのこと！まだよ！ぬらりひょう！7人目が揃った！やれー、ケータ！ナイスだー！秋のりのせいだー！何してんだ、秋のり！勝てるわけねえじゃん。秋のり、ゴル！なんで秋のり戦わねえんだ！勝てるわけねえじゃん、こいつに。いや、いける。俺たちなら。俺たちならいける。何それ？何それ？石になんの、これ。いや、ワンチャン勝てそう。何こいつ強くね、普通に。え、攻撃ダメージ入ってる、これ。妖怪たちは何してんの、あと。いた、何な、何それ。ソラナキの右手、俺本体殴ってるわ、こうやって。はい、かわす。俺本体こうやって殴ってるわ。かわす、かわす。手を攻撃しないといけない。え、そうなの。やばい、ケータ。仲間たちがやられてる。痛い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 。ちょ、空泣きの左手から壊すか、まず一旦。急に難しいやん。まずこれから壊そう。ケータ、ケータの HP が1しかない。両手を倒してから、あ、オッケーオッケーオッケー、アシュラ出した方がいい。いや、アシュラはまだだろう。ちょっと待ってよ。秋典、行くか、秋典。いや、待てよ、桃。いったん、桃姫入れて、桃姫の必殺技使う。ここ。で、ケータ一旦回復させる。よし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 。デブが必殺ゲージマックス、マジか。やばいやばい、それはやばい。どうすればいい、これ。え、右手壊した、右手。まだだ。ここ回復したい。やばくない、それ。視点で落ちないっす。やばい、ケータマジ強え、ケータマジ強え。ずるくない、その攻撃。あぶ、当たんのかよ、それ。みんな演技行こう。あたつく。なにそれ、これ何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 、これ。わからんわからん。待って、これ必殺技与えれるようになってる。アシュラ使おう、アシュラ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 。行くぞ、光彦。アシュラ、アシュラ、アシュラ、三十、ここ334ダメージ。あれ、思ったより少ねえ。500ダメージが出てなかったっけ。ただだいぶだいぶ体力減らしてる。いいね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 。だから言ったではないか、お前たちには何もできないのだ。さあ、支援よ、私の中で朽ち果てるがよい。なに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 、どういうこと。おお、あの少年、いつきの心の輝きだ。いつき強すぎだろ、マジで。なんと、あの少年も空泣きの中で戦っとるんだ。こしゃくな小僧の礼ごときに邪魔させん、いつき。さあ、
急ぐなら妖怪探偵団よ。いつきの心を魔導鏡で導くがよい。いつき MVP！ 何してんの？何してんの？何してんの？いつき。いつき。いつき、何やってるんだよ。いや、いつきのおかげなんじゃないの。絶対に戻るって言っただろう。最後まで投げんな。ヤシャエンマかっこいい。誰こいつ、誰こいつ、誰こいつ、クソかっけえ。あれはイツキなの。え、これイツキとあいつが合体したってこと？ほら、イツキでもあり支援でもある、支援でもある存在。合体したのか。ヤシャエンマだ。かっこいい。バリかっけえ。待って、超かっこいい。支援の中に眠る良き心ってやつが、イツキとしての俺の心と結びついたのさ。あと、キセリョウタと同じ声優だ。人と妖怪、二つの存在が一つになった。それが、今の俺だ。かっけえ。まだ武器を使えても、余計な真似をしよって。仲間になる？もしかしてこいつ。だが、エンマの魂が消滅すれば、貴様らに未来は変えられぬ。ヤシャエンマ、ここで消えてもらうぞ。やんのかおい。さあ、空なき。奪われた魂。奪われた魂も、未来の平和も、一切合切返してもらうぜ。かっけえ。ヤシャエンマ、参る。かっけえ。俺も今度からこう言おう。雪ドラ、参る。仲間になった、嬉しい。ヤシャエンマ、何それ、かっこよすぎだろ。使えるし、しかも185ダメージ。やばい。必殺技使ってみた、必殺技。やめて、お願いやめて。クワガー、あれ全然当たってない、ごめん。ちょっと待って待って、全然使い方が分かんない。やば、攻撃力クソ強え、こいつ。頑張れヤシャエンマ。かわして。何してんの。え、動かなくなったよ。何それは。それは何？それは何？やれ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 。なんだ、紅花。やれ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 。強っ！めっちゃ HP 削れるやん、こいつ。くそ、ダメだ。ヤシャエンマ HP バグだろ、こいつ。1000はバグだろ、どう考えても。めっちゃ使いやすい。あと、やばい、いや当たっちゃうか、それ。やばい、やばい、やばい。強っ、185。と待って、強い妖怪は最高だな、やっぱり。え、これ仲間になってくれるのかな。よし、とりあえず右手縛れた。もう一、もう一枚どこ、もう一枚。これさ、なんでもう一枚の妖怪はどこ。あ、これ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 。妖怪ウォッチ4は神ゲーかっこ定期。妖怪ウォッチ4クソおもれーじゃん。いいね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 。こいつ倒しに行くぞ。
え、違うの、これ倒すんじゃないの、何それ何それ、強いやつだ。その石化光線バカ強えな。え、当たってない。これランブベニバナってやつが結構強い。はい、必殺技使いたい。必殺技、必殺技来た。どうなる、グラフィック綺麗すぎだろ。おい、いつまでそこにいる。なんでこいつ逃げるんだ。さっき俺が助けてやったのになんでそんな生意気なんだよ。何言ってるんだ樹、一緒に戦うに決まってるだろ。当たり前だろ。俺たちみんなで妖怪探偵団でしょ、力を合わせてあいつを倒そう。そうだよ、みんなの力を自らの力にか。エンマ大王の言葉通りってわけだ。よし、来たー、みんなで戦うぞ妖怪探偵団。はい、わかりました。まさかこんなクソ面白い流れになるとはな。面白いじゃねえか、妖怪ウォッチ4。憑依召喚、いや、まだいらないわ、まだいい、まだいい、やばい、もうやらないといけないの、めんどくせえな、アシュラでしょ。チャンスアタック、来た来た来た、急げ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 、行くぞ、クラカー !300 はダメージ、悪くない、え、強い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 、もう倒せる、これで倒せる。あ、強っ、2ダメージしか入ってねえ、一気に減ったよダメージが、悪くない悪くない。鬼の手召喚して右手から倒す、水引こう、水引こう、水引こう、やばい、これ何回復、ちょっと待って、何してんの何してんの、やれ、チャンス来た、チャンス来た、チャンス来た、ちょっと待てよ、チャンス来た、ちょっと待てよ、おい、行くぞラスト、アキドリー、ラストかっけえとこ見してやれ、アキドリー行け、アキドリーやれ、アキドリー行くぞラスト、いや、間違えた、ここやれ、アキドリー、あれ、アキドリー、アキドリー、アキノリ、お前遅いよアキノリ、痩せろっつったのデブ、勝ったよ、勝った勝った勝った、アキノリ何もしてねえじゃん、結局ソロナキ倒した。ソラナキに取り込まれた魂、おお、恐怖や恨みから解放され皆元の体へと戻る。マジか、妖怪探偵団よ、なんと礼を言うべきか、お前たちは人間の魂だけでなく我が息子をも闇から救ってくれた、エンマを救うためにやってきたというお前たちの言葉、それは誠のものであったな。ああ、こいつらがいなければ俺は戻れなかった。それと親父すまなかった。やしゃエンマ、あんたの言う真の王ってやつがどういうものか俺はようやく分かった気がするよ。シエンよ、我が息子よ、どうやら織姫に貸してもらった命を返す時が来たみたいだな。死ぬの？ここで？ここで死ぬの？お前の魂は生まれ変わりの流れに取り込まれ、また新たな生を受けることになる。そんな。
っかく戻ってきたのに。一緒に桜本町に帰ろうよ、いつき。悪いな。けど、姉ちゃんがあの町に戻ってきたんなら、俺はそれで十分だ。でも、もうお別れなんて。エンマになって未来を救うって、お前らに約束したからな。いつき、離れてても、俺たちはずっと友達だよな。ああ、俺たちは永遠に友達だ。俺は俺、俺。未来で待ってるぜ。じゃあな、親友。あれ、まあ。あらあらあら、マジか。行っちゃった。行っちゃったの、のりまるカイザーちゃん。妖怪探偵団よ、あの魂は今再び新たな生を受けるため旅立っていった。なるほど。生まれ変わるまでにどれだけ年月がかかるかは誰にも知ることはできん。なるほど。だが、あの者はきっとお前たちの約束を果たすために戻ってくるだろう。なるほどな。大王様。シエイよ、次に生まれる時こそ真の王になるのだぞ。待って、神ゲーすぎだろ、妖怪ウォッチ4。いつきは絶対にここに来るよ。お前はきっと戻ってくる。そうだろ。よう、久しぶりだな。マジ、キセリョウタやん、声。ずいぶん待たせちまったな、親友。マジか。いつき。エンマになってんじゃねえかよ。いや、お前にとっては一瞬だったか。いつき、なんだな。ああ、戻ってきたぜ。かっけー、エンマかっけー。すごいでみずー。エンマ様大復活でぃすー。でもでも、いつきだけど、エンマ様で、なんか混乱するにゃん。マジか。どっちでも好きな方で呼べばいいさ。じゃあ、キセリョータで。お前たちが俺の魂を救ってくれたこと、俺は忘れずにここまでやってきた。ありがとうな、妖怪探偵団。気にすんなって。俺たち、友達だろ。確か。エンマ。ああ。お前たちが正しい歴史を戻したことで、俺は無事復活できた。すまない。奴が復活したという事実はどんな手を尽くしても変えられなかった。ソラナキはまだ生きている。奴はエンマ武道会で敗北した後、世界を超える力で他の世界に逃げ延びた。いなり、おめえのせいでエンマが負けたんだろ、カスガ。何を弱気になってるんだ。かっけえっす、エンマ先生。今妖怪探偵団が揃った。これほど困難に強いチームは他にいない、間違いねえ、うん、探偵団に解決できない。そうだよ、自信を持とうよ、秋のり団長。死ね、秋のり。ありがとな。黙れ、うん、そうだよ、空の木どこにいるんだよ。今のこの時代の妖魔界、過去しか知らないんだよね俺。やつは閻魔武道会で大量の魂を失った後、新たな力を求めて再びこの時代に戻ってきた。今はヌラリとカイラが食い止めている。急がねば妖魔界の全てが奴らに支配されている。マジか。
マジか。あゆみ消えた。ありがとな。かっけえ。あと酒呑童子はずっといるんだ後ろに。いつき。一緒にその泣きを倒そう。そうだな。待ってかっこよすぎだろエンマ。俺もこういう服着たい。待っておもろすぎるんだけど。やべマジ面白い。やべマジ面白いこのゲーム。妖怪ウォッチ4。神ゲーすぎだろ。ああ。うわ何このメンツ。何このメンツ。かっこよすぎだろ。ぬらりカイラよく来てくれた。早速だよ、妖魔界の状況が知りたい。ソラナキとの戦いについての報告を頼む。はい。過去の閻魔武道会で力を使い出したソラナキは再び時空を超え、この時代の妖魔界に出現しました。吹雪姫がソラナキウイルスで多くの妖怪を神魔化させ閻魔宮殿の上空を移動。現在は我らの集めた妖魔兵と交戦中です。ああ。風神雷神に戦いの指揮を任せている。町にはまだ戦いのものが残されている。ええ。フクロウに魔除けの結界を守らせているが、奴の妖力でどこまで持つことか。はい。今すぐ助けてカイラ様、私たちを妖魔界に連れてって。いや。え？なんでだよ。お前たちで勝てんの？今の妖魔界はソロナキウイルスに満ちている危険な世界。人間であるお前たちは猛毒に等しい。決して耐えることはできない。アキノリ行ってこい。お前がようやくここで仕事できるじゃん。アキノリ引け。アキノリ、お願いします。うん。策はあるのかカイラ。うん。お前たちに泣き言を聞かせるためではない。伝説のウォッチ使いたちよ。新たな力を手に入れる時が来たぞ。どういうこと？